北連ディスタンスチャレンジ2024第5戦、最終戦の千歳大会が7月20日、北海道千歳市青葉陸上競技場で行われ、パリ五輪女子5000メートル代表の山本雄心、積水化学が参戦した。塩見綾の800メートルで日本歴代5位の2分1秒93降参以来7年ぶりの自己ベスト北連 DC 千歳。今日はオリンピックに向けた最終の調整練習として1500メートルと3000メートルの2種目に出場。先に行われた1500メートルは4分20秒32、4位をマークすると、約2時間後の3000メートルでは9分7秒49でまとめて1位だった。これまでの練習で疲労もある中で不安だった、そうだが、設定タイム通りに走れて、良い感覚をつかめました、と話した山本。3000メートルでは2000メートル付近で独走となったが、ラスト1000メートルは3分ちょうどあたりでカバーした。パリ五輪の5000メートル予選、8月2日、日本時間3日、まであと2週間。初めて立つオリンピックの舞台では、1メートルでも長く先頭の外国人選手についていって、自分の